ペットボトルロケット。ペットボトルロケット、英語、ウォーターロケットは、炭酸飲料などの入っていた、ペットボトルにノーズコーンや羽を装着し、水と圧縮空気を入れて、一気に便を解放させることにより、噴出する水と空気の反作用によって飛行する、ロケットの模型である。水ロケットあるいはウォーターロケットとも言う。このロケット模型は、火薬などの放棄性が厳しい日本において、 手軽に、モデルロケットの実験が行えることが、最大の特徴である。他のロケット推進エンジンとは異なり、圧縮空気の圧力で水を噴射して飛ぶ。このわずか200グラム程度のロケットは、作用、反作用の力学的な学習を行う上で、安全かつ非常に面白い教材として好まれている。また、火薬を使わず火災の心配がないこと、 環境汚染の心配がないことなどから、山岳地帯の電線施設の際に、尾根から尾根への河川作業に利用されている。河川作業は、中部電力が、ウォーターロケット沿線工法と呼んで、最初に使ったと言われており、400メートル近く飛ぶペットボトル2本を連結し、容量を増加した大型のペットボトルロケットも、使っていい。初期の頃は、 圧縮空気の圧力に耐えうる弁の製作がやや難しかったものの近年では市販の耐圧弁や発射装置が発売され小学校低学年でも製作、打ち上げを行うことができる。もちろん高速で飛行するためきちんと工作しないと空気抵抗の関係でまっすぐ飛ばないこともありまた入れる水の量と圧縮空気を入れるためにポンプを押す回数、風の向きを把握して 追い風向かい風に沿って飛ばす技能的な面もあるため競技としての打ち上げも日本各地で開催されている。ペットボトルロケットは手軽ではあるものの200メートル以上飛ぶものも少なくないため周辺の安全確保が行いやすい人のいない広場で打ち上げる必要がある。また日本の空港の周辺では航空法により打ち上げが禁止されたり 周辺でなくとも250メートル、航空路では150メートルを超えて打ち上げる場合には必ず飛行通報書の提出が必要になる。自転車用空気入れでは破裂するほどの空気圧を与えることは難しいが、などもあり、稀にペットボトルの傷等から破裂する可能性もある。そのためペットボトルは高い圧力がかけられるために炭酸飲料のものを使用する。 緑茶飲料やミネラルウォーターなど非炭酸系飲料のものでは構造や強度が異なるため危険な場合がある。日本国内では航空法に基づきロケットを打ち上げる区域によっては打ち上げることが禁止される場合、または打ち上げる場合に事前に国土交通大臣への届け出が必要な場合がある。古くからアメリカ合衆国では日本の小学校に相当する。 ジュニアスクールや同じく中学校に相当するジュニアハイスクールの児童、生徒、果ては大学生や大人に至るまで火薬を固めた固形燃料を使用したモデルロケットを飛ばす授業を受けたりまた趣味で飛ばすものは多い。しかし日本では高速ガスを噴出しながら燃焼する固形燃料は小型のものは花火と同じ扱いであるものの大型となるものは 都道府県知事へ届け出が必要になるといった様々な義務がある。また、山林や人口密集地が多く、モデルロケットはなかなか普及しなかった。こうして、日本では長い間、学校カリキュラムにおいて、小型ロケットに関係する実験は行いづらい事情があったが、1990年代に家庭の廃品として出るペットボトルに圧縮空気を貯めて打ち上げる。 これらペットボトルロケットが知られるようになると、学校カリキュラムに次第に取り入れられていった。本来であれば、小型軽量なロケット模型である、ペットボトルロケットだが、これで人間を飛ばそうという実験も行われている。フジテレビ系列番組、トリビアの泉。素晴らしき無駄知識では、10本から初めて実験したところによると、100本を同時に噴射させることにより、 成人男性とこれの座った椅子を備えた台座、総重量不明を2メートル30センチメートル浮かせることに成功している。ただしこの実験では、事前に行われた30本を使い60キログラムの重りを飛ばす実験で、おのおののペットボトルからの噴射力の合力において、水力バランスが取れず、横転2度ほど、弁解放操作のスタッフに突っ込んでいるため、100本を 使った実験では、ガイドレールを設けて、垂直方向にのみ台座が移動するよう設計された。同番組では、この実験を、ペットボトルロケットによる、世界初の有人飛行であるとともに、日本初の有人ロケットと称している。また、日本テレビ系列番組、世界の果てまで、いってでも、番組内の企画で、同様の実験を行っている。 タイで行われたこの実験では、現地で流通している3リットルの炭酸飲料用のペットボトルが用いれた。番組内では、同様のペットボトルを6本、12本を束にして、ランドセルのように背負って、飛行を試みたが、6本では、水力が足らずに、少しジャンプしただけ、12本では、噴射した瞬間にロケットを装着した、出川鉄郎ごと1メートルほど真上に飛び上がったものの、 バランスが取れずにそのまま頭から落ちた。この後、14本をドーナツ型に組み合わせ、その中心に人間が乗るロケットを用いたが、発射する前に壊れてしまい、最終的にはドーナツ型に52本のペットボトルを組み合わせた大型のロケット製作し、斜めに立てられた発射台から海へ向かって発射されると、横方向に約5メートル飛んだ。なお、同じく、 日本テレビ系列番組の投稿。特報王国では、伊藤万次男がペットボトルロケットを背負って数十メートル飛行したかのような映像が放送されたが、こちらは発射後に前のめりに回転しているにもかかわらず、空中で不自然に体勢が立て直されているなど、ワイヤー等を利用した、鉄像映像の可能性が高い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。